皆さん、こんにちは。マネルグルビジです。では、今回は、ギレンの野望が続いてしまうんですが、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジをやっていきたいと思います。ベリーハードチャレンジは、残されたシナリオ2つになってます。1つがですね、ガルマ編。これがね、まだベリーハードを攻略していません。そしてもう1つ、逆者編のシャ。これもまだベリーハード。クリアできていないので、今回は、シャア総帥をプレイしていきたいと思います。もちろんね、ベリーハードは歴史介入前提の難易度だと思いますので、今回は惜しみなく、ために貯めた歴史介入ポイントを投入していきます。まずフルフロンタルですね。フロンタルの指南銃が最初から使えるだけで、このベリーハードチャレンジ、希望が出てくるんじゃないかなと思ってます。あと、マリーナさんも入れましょう。プル2、プル、ハマー、このあたりも入れていきます。機体の、この、キュベレー隊ですね。さらに、このキュベレー隊の中に、ララーも加わってもらいましょう。シャリアブルはパーフェクトジョング。パーフェクトジョングはですね、漫画になるんですけど、若き彗星の肖像の中でね、シャアが乗ってましたね。で、これでもう介入ポイントが底をつきつつあるので、残っているのはですね、まず入れておきたいのがロベルト、アボリー。ただこのあたりはモビルスーツろくなものに乗れないので、ここはすでにキャラクターだけ、パイロットだけという選択肢に変更します。あとはドレン、デニム、ジーン、スレンダー。このあたりも蘇りしてもらいましょう。これで完全に使い切ったという形です。では、ゲームを始めていきます。人類の半数を死に至らしめた一年戦争と呼ばれる戦いから10年余り。フリクス戦役第一次ネオジオン交戦。戦いは幾度となく人類を危機に陥れ、数限りない悲劇を生み出していった。だが人類は数々の悲劇を乗り越え、ついに平和を手にするのである。戦火を覆い隠すかのように復興は進み、人々はようやく訪れた平穏の時を謳歌していた。この平和は永遠に続くと思われたが、その陰でスペースノイドとアースノイドの対立は深まっていた。連邦政府による圧政は強まり、コロニー内の反連邦政府運動は活発化。不穏な空気が時代を満たしつつあった。過激化する反連邦運動の裏で暗躍する男がいた。男の名はキャスバル・ダイク、またの名をシャア・アズナブル。かつてニュータイプ論を唱えたジオン大君の嫡子であるグリプス戦役で地球連邦の腐敗を目の当たりにしたシャアは、地下へ潜り力を蓄え、連邦へ反旗を翻す機会をうかがっていたのだ。宇宙世紀の歴史が再び動き始め、新たな戦いの物語が始まろうとしていた。我々の目的を達成するには戦力の強化が急務です。ああ、カマーンとの戦いで消耗したとはいえ、連邦軍の力は脅威だ。彼らが本腰を入れ活動を開始する前に急ぎ戦力を整えねば。幸いにも近隣のコロニーには連邦に抵抗を続ける武装組織や旧アクシズの将兵どもがおります。彼らを取り込めれば戦力の強化は可能です。特にサイドワンのスイートウォーターは地球寒冷化作戦の足がかりともなる場所。現地反連邦組織は早めに抑えておいた方がよろしいでしょう。あとは軍備の問題だけだが、アナハイムとの交渉はどうなっている？ご安心ください。交渉は順調に進んでおります。間もなく良い知らせがあるはずです。総帥、緊急事態です。サイドワンコロニーの反連邦組織から救援要請が入りました。連邦軍部隊の攻撃を受けているようです。
窮地に立たされている反連邦組織の者たちをそのままにしておくわけにもいかんだろう。今の軍備では心もとないが、救援を送る。は、準備が整い次第モビルスーツ隊を発進させます。はい、まず最初の目的、反連邦組織の救護。この後散発的に連邦軍と反連邦組織の戦闘がありますので、それに介入していくというところから始めていきます。まず戦力ですね、確認しておきましょう。シナンジュ、これはね、先ほどご覧いただいた歴史介入ポイントを使ったものですね。フルフロンタルの能力もすごいし、シナンジュも化け物ですね、やっぱりね。入れてよかった。そしてクシャトリアです。これにはマリーダさんが乗ってます。で、プル2とプル、そしてハーマン。このあたりがね、シャアと共に戦うというのはね、すごく魅力的な、歴史介入になっているんじゃないかなと思いますね。で、ララーもキュベレーに乗って参戦です。ゴリゴリレベルを上げていきましょう。パーフェクトジョングにはシャリアブル、リックディアス、これクワトロ機なんですけども、この後チベに乗っているこのクワトロを外してリックディアスに乗ってもらいましょう。リックディアスに乗るのはね、まあ本当は、シャアではもったいないかなという一面はあるんですけどね。で、このチベには代わりにドレンを乗ります。タンダゾドレンというところですね。で、リゲルグにはアポリー、そしてロベルト、ドライ戦隊にはジーン、スレンダー、そしてデニーを任せたいと思います。一旦これで全戦力ですかね。もう一人いるね、ネオジオンのエースレズンは今ドライ戦に乗ってます。で、今回支援するのがスイートウォーター、サイドワンの近くにいるここの戦いですね。これを支援していきたいと思います。では部隊発進します。まあ、指南所を出しておけば全ての型がつくと言ってもいいと思いますので、ここは指南所を中心に出しましょう。で、この後の戦いを睨んでクシャトリアは南下してですね、こちらサイド5、そしてこのサイド2方面へとあらかじめ展開しておきたいと思います。キュベレイ隊はこのままフロンタルのシナンジュと行動を共にします。このキュベレーが4機揃ってるこの姿もまたそれはそれで、まさに圧巻というところですよね。パーフェクトジョング、そしてまあちょっと心配点ありますけども、クワトロのリックディアスは南下していきます。では、部隊の展開終わりました。主に2つですね。フロンタルのシナンジュの部隊と、シャアのリックディアスの部隊ですね。では、交戦状態に入ります。まあ、シナンジュに乗ったフロンタルの強さは圧倒的なものがあるので、あんまり心配はしていないですけどね。それにキュベレー4機のキュベレー隊。ここも本当に期待のキュベレーチームですよね。このキュベレーチームをプルプル2ハマーンにララーという、まあ、まさにキュベレーオールスターといった感じですよね。フロンタルに攻撃してきてくれるのは嬉しいな。フロンタルのレベルも上がるし、シナンジュにダメージはほぼ通らないと思うので、攻撃してくる敵にはまずはね、ビームライフルの打ち合い、射撃戦で削って
格闘を挑んできた者には全部ビームサーベルの洗礼をご覧いただいている通りお返ししていきましょう。ベリーハードでもやれるなっていう感じがしますね、ここまで見るとね。総帥お喜びください。アナハイム社から協力を取り付けることに成功しました。これ段階的にできることが増えていきます。まず最初に改造と、そして廃棄ですね。アナハイム社とは引き続き、まあ、本当だったらフロンタルのシナンジュとかを、まあ、ちょっと前改造したいところなんですけども、まあ、発言力はちょっと温存しておきたいと思います。現状困ってないというのもありますしね。では残っている敵を一掃していきます。ここはドライセンチーム、ギュベレイチームで、連邦軍、無傷で、まずは制圧することができましたね。報告します。反連邦組織の支援に成功しました。今回支援した反連邦組織が、我々への合流を申し出ています。配属先をご検討ください。発言力プラス2万。報告します。ゲットしてまーす。我々の活動に呼応し、情報能力に長けた反連邦組織が参加を願い出てきました。早速彼らに発言力が7万5000を超えてきましたね。総帥、今回のように連邦軍の弾圧を受ける反連邦組織は他にも存在するようです。支援に成功すれば新たな戦力となってくれるやもしれません。諜報部には連邦軍の動きを探らせます。人事はフォレストの仕事だったが、諜報部の件覚えておこう。敵調査レベルが高いと弾圧にさらされる。反連邦組織の情報が得られるということなので、これ積極的に諜報にお金使っていきたいと思いますね。早速敵軍調査、予算投入行っていきましょう。情報部より報告します。地球連邦軍の弾圧部隊がサイド4へ向け移動中であるとの情報が入りました。先ほど投資した情報部から早速サイド4に連邦軍が向かっているという情報をもたらしてくれましたね。サイド4の方に部隊差し向けましょう。でサイド4こちらです。アリアスがいますね。このアリアスをまずは救援するところからですかね。まあ、すでにですね、キューベレー、フロンタル、この辺りを差し向けてますので、早速、ガシッと進んでいってもらいましょう。総帥、アナハイム社からさらなる協力の申し出がありました。我々の要請に応じるとのことです。うん。要請。これ何が要請できるんだろう。早速見ましょう。モビルスーツ要請できるもの。旧式機ばっかりだな。お、ただギラ動画がある。ギラ動画は要請しましょう。これ全然変わってきますね。ギラ動画は要請できるだけで。ギラ動画をマックス要請します。すでにどうなんでしょうね、これ。ソロモンから部隊がこちらに向けて発進してるように見えなくもないので、となるとフロンタルは暗礁中域の防衛に回した方がいいな。でキュベレー隊でなんとかアリアスの支援を行いましょう。これが現実的なところかなと思いますね。ドライ戦隊とシナンジュはあくまでも暗礁中域の防衛という位置づけにしていきます。報告します。パイロット候補生の中に優れた資質を持つ者を発見しました。ギュネイかな。本人の希望もあり、この者には強化を施す予定ですが、さらに調整を行うことで疑似的に経験を積ませることも可能です。人道的な面で問題のある手術ですが、調整を施しますか。ギュネイには覚醒を促しましょう。
調整を行います。報告をお待ちください。ギラ動画が要請に応えて配備されましたね。さらにギラ動画マックス要請しておきます。総帥、アナハイム社から我々とより一層の協力関係を築きたいとの提案がありました。研究開発もできるようになりましたね。これサザビーまで一気に駆け抜けたいな。パイロットギュネイガスの強化に成功しました。すぐにでも前線への投入が可能です。ギュネイもキャラクターとして使えるようになりましたね。そしたらまずは開発新兵器レズン専用のギラ動画、ここまで進みたいので指揮官用ギラ動画の開発を行います。基礎研究とかにも投資、まあ、発言力という形になりますけども、惜しみなく使っていきましょう。では現状を確認しておきます。まず暗礁地域周辺ですが、フロンタルが頑張ってくれてます。でキュベレー隊はサイド砲近辺で敵と交戦状態に入りました。サイド2、サイド5も敵と交戦状態に入りつつあります。なので、このあたりしっかりね、勝ち切っていくということをやっていきたいと思います。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回からですね、この、ベリーハードチャレンジ、しっかり頑張っていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。